日本愛知県ぬかた郡、高田町不幸図愛知県道322号。不幸図とは愛知県ぬかた郡高田町の地名。不幸図は、高田町の最も南に位置し、高田町の南東端にある大技である。三金山と遠望峰山に挟まれ、広い谷のような地形である。山で四方が隔てられており、開発が遅れたために田舎である。現在は、 国道248号が通り、徐々に発展しつつある。不幸図には、東海道本線が縦断し、三金駅を中心に、町が広がっている。不幸図には、東高寺遺跡があり、縄文時代からの集落だったと考えられる。海が近かったため非常に豊かで、長野県のものと思われる、国曜石が出土しない陸部の集落と交流があったと考えられている。 東高寺遺跡では縦穴式住居が見つかり非常に発展したと言える。ガラス玉や弥生時代後期のものと考えられる無根の土器などが出土した。この時代にしては大きな集落だったという。古墳時代には支配者層を葬ったと思われる古墳が3つ確認されている。日向山古墳、三原山古墳、馬乗り二号墳である。鎌倉時代となった。 管理3年大場氏が、不幸図上を、県上。室町時代の干渉6年、大場次郎左衛門兄弟等が、ぬかた軍、井ノ口村に砦を構え、東海道の往来を妨げる事件が起きた。爆名によって、彼らは、松平信光親子に撃たれた。松平氏の不幸図進出が始まり、大場は、これと戦わざるを得ない状況になったと思われる。大英4年に、 不幸図上が松平信光の子、松平忠貞に奪われる。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。ありがとうございます。